森重ゴールデン劇場第3部ロマン誕生の開幕でございます。今日は尾崎士郎原作、岡本克己脚色、泉拓音楽、人生劇場。薄ぼやけているもやの中から新芽の香りがする。時代はずっと遡って大正14年5月初めの夜、池上本門寺裏の雑木林に挟まれた細い道を登ってゆく一台の人力車があった。旦那、この辺が平張りなんですが何番地でしたかね。ここに書いたものを持ってるはずなんだが、何番地だったかな。探してなさるお宅の名前は？青成だ。青成兵吉さんとしたんだね。青成さんね。うん。番地はありゃね、1327番地。じゃあこの下ですね。あ、そう、やってくれ。へえ、すいませんがね、旦那、ここで降りていただけませんか。道が狭くて車が入らねえんですよ。よっとっと、しかしここで見放されたら見当もつかねえや。お前さん、どっかその辺で1327番地の青鳴りってちょっと聞いてくんねえ。それがね、この通りぽつりぽつりとお屋敷が並んでるきりで聞くところもないんですよ。それにこんなに遅くなっちゃ仕方はねえ。印刷なんだ、読めやしねえな。マッチと思っちゃどいたい。はっ、ここだ。青なり陽吉。うん、ごめんくださし。うちの中に明かりはついていねえな。ごめんくださいし。若旦那、吉良の常吉でございます。吉良常でございます。もし若旦那留守かな。おっとか言えねえ。力入れたら戸が開いちゃって。若旦那、いらっしゃいませんか。どうだろう、不用心だな。あ、いけねえや、俺やっぱり留守だ。まあいいや、ちょっと座敷で待ったしてもらおうか。この着慣れねえ洋服なんぞ着ると、肩も苦しいや。ああ、しょうがねえな、お塚旦那も。布団は敷きっぱなし、灰皿の吸い殻はどうだ、俺は山のようだな。本は投げ出してあるし。
うるせえ、いいんだな、本当に。お、誰だ。誰でそこにいるの。すまない。水をいっぱい。脅かすもんじゃねえぜ。こっちは面食らわじゃねえか。誰だお前さん。誰かと言われたって返事はできねえが、切迫してんだ。すまねえが一休みさせておくなれよ。切迫してるって何が切迫してるんだい。人を殺してきたんだよ。知らねえうちに鳥が生まれちまってるんだ。お上がりなさい。ご迷惑をかけちゃいけませんからね、ここでいいんですよ。あ、それから水があったらいっぱい。いいから上がりなさい。叩きにうずくまってたんじゃ休息にもならない。じゃあ、さあ。何かね、お前さん。ここの大将と前からご存知なんだ。あ、こら、どうも、ありがとうございます。おかげで人をこちゃつきました。いえね、ここのうちの方とは何の縁もゆかりもねえんです。だからご迷惑がかかっちゃいけねえと言ってるんで。なるほど。で、何かね、殺したってんな、喧嘩でもやりなすったのか。喧嘩じゃねえんですが、ヤクザ仲間の掟に背けなことやりあったんで。殺すにも当たらねえようなゴロつき野郎ですが、つい物の弾みでやっちまったんですよ。そうですかい。で、どうして逃げなきゃならねえんだ。逃げるつもりじゃなかったんだが、横浜へ帰って親分に会ってから、いろいろ詫びをした上で自首しようと思ってとこへ、いきなり非常警戒でしてね。こんな格好で泥棒みてえに踏んづかまえたかねえから。ああ、そうかい。俺も一目見た時からまんざら素人じゃねえと睨んでたんだがね。しかし、人を殺してきたにしちゃちっとばかり度胸が良すぎるぜ。行って横浜のどなたの身内で。大横田のうちに厄介になってたもんで、小山角太郎と申します。小山角太郎ね。人は飛車角と呼びます。本当にとんだご迷惑かけましたね。こんな格好で失礼でございますが、旦那のお名前をちょいと教えていただきたいんで。俺、旦那ってからじゃねえ。まあ、こんな社長ばった洋服を着てるがね、ヤクザの血が流れてんだ。お前さん、キラー知っていなさるか。え、三省のキラーさん。と申し上げな。何ね。あ、まあ、なんだよ。三州横須賀在で、まあ若い衆にヤクザ渡世していたこともあるんで。あの三州で、三州横須賀村なら昔いっぺん行ったことありますよ。静かな落ち着いたいいところだ。そうですか。何の用で言いなさい。ご存知でしょう、ほら二木町親分のお墓がある。何のっていうお墓だったっけか。伏線じゃ。あ、そうそう。そうで。五六年も前の話ですよ。豊川参りの蹴り上げに思い出して寄ったんですが、しかし、日産と同じご郷里だと聞いちゃあ、お懐かしいや。それで、失礼でござんすが、どなた様で。いや、ほら、なんだい、まあ、大した男でもねえ。キラのね、キラの常吉と申しますね。ああ、そうですか。常吉さんとおっしゃるんで。で、
今東京に着いたばっかりだ。まあ本当にご迷惑を。いいんだよ。すいませんがね、けどもう一杯水を。はいよ、おやじご用だ。おい、え、酒はやらねえのかい。酒、うん、いや、あのご好意は身にしますが、何しろどうなるかわからねえ場合なんで。まあなんだい、いいさ。それだけの道具もあれば、お前さん、ジタバタすることはねえんだ。いざとなったら年は取ってもキラの常吉だ。まだまだお役に立てねえこともねえやな。あ、さ、一杯ね。え、どうですか。じゃあ、まあ、せっかくですから。え、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 キュッと腹に染みとるですよ。大丈夫ですかね、こんなに遅くご厄介になってて。何もおめえさんはそんなことを気にすることはねえ。いや、まあ、もっと俺にしたって、まあ、大きな口は聞けねえが、兵吉さんなら文句言う気づけやねえんだ。兵吉さんっておっしゃんな。ここのご主人なんだがね、三州キラに行く頃からずっと俺はご厄介になってんだよ。おお、それと何ですかい。やっぱりこちらのご主人の都政も。いいや、違うよ。こちらのご主人はヤクザじゃねえんだ。小説をね、小説、ああ、うん、これを書いてなんだ。へえ、あ、どうりで、あのうちの中に本がたくさんあるとは思いましたがね。ねえ、おや、今夜はここで一休みしていきなり。ええ、なめそうね。いいね、いいね。で、どうせ今から飛び出ししたところで、ろくなことはねえに決まったらな。それよりも明日の朝ね、日がカンカン照って、それから出かける方がよっぽど気が利いてるぜ。場合によったら俺の着てるこの洋服をおめざに貸したっていいんだ。うん。へえ。ついでに、いいね。ここならご迷惑ついてで、預かっていただきたいものがあるんで、この鎧同士でございます。うん、こいつはお前さん、随分深くやりなすったね。いえ、つい弾みで油が刀の身に白くへばりついてんじゃねえ。これはだ、そこの流し場へ持ってって早く宮城綱かなんかでこすらなくちゃ。え、うん、すいません。もしお通りすがりの時でもありましたら、砂村の古金という親分をお尋ねになって、この鎧同士を消してやってくださいませんか。何も急ぐことはねえんで。あ、いいと思うよ。もう一杯どうだい。え、うん、さあ。え、雨になったよな。ええ、明確さ。え、おめえさん見ると羨ましいや。俺も若い頃にはお世話になった旦那から、人間やるだけのことをやって死ねと口は酸っぱくなるほど俺は言われてた。やるだけのことはやらねえで、老いぼれてしまった俺にはもう死ぬ機会もなくなってるよ。ここで別れちまったら、あれだ、お前さんとまたいつ会えるかもしれねえが、せめてね、俺の名前だけは覚えといておきなせ。これでもね、10年前は三州ヤクザ、
吉良の仁吉の血を引いた吉良常といや男一匹で通っていたんだ、うん、吉良常は一瞬ではあったがもう追いつくことのできない時勢を感じた。声を上げて泣き出したいような気持ちであった。あくる日の朝、吉良常が目を覚ましたとき、飛車閣の姿は見えなかった。机の上に鎧同士が置いてあった。暗いうちに出て行ったのであろう。暗い雨の中を尻っぱ処理して、呆然と肩をそびやかしながら歩き去る飛車閣の姿が見えてくるようであった。窓越しに見える雑木林の緑がつやつやと輝いている。と表の方で砂利を踏む靴音が聞こえてきた。よし。兵吉である。確かにそうだと思うと吉良常は何か言おうとしたが、喉がひっつったようになって言葉が出なかった。わからんだ。なんだい、つえさんじゃないか。いつ来たんだい。ずいぶんひどい雨でした。まさかつえさんがいるとは思わないからね、びっくりしたよ。あっしん、昨夜参りました。どなたもいらっしゃらねえようでしたんで。一人で勝手に上がり込みまして。よくここが分かったね。しかし珍しいな。何で会わなかった。まあ、おざりよ。若旦那、お久しぶりございます。足もあっちこっちうろうろ暮らしておりました。全くこんな風にお目にかかる時があるとは思っていませんでした。その後はずっとお達者で。変に仕掛けばらないでくれよ。若旦那、ここへ来る前におっかさんに会ってまいりまして、それは若旦那の方にもいろんな資材は、まあ、終わりなさるに違えねえよ。あの年になって一人息子のあんたを頼りに生きていなさるんです。それにね、この頃はもう目の力がだんだん薄れてきて、人の顔なんぞもはっきり見分けられねえような風で、久しくお目にかかっていねえとついぐちゃ出ちまって勘弁しておくんなさい。ただね、お亡くなりになった大旦那の気持ちをちゃんと胸の底にしまっててくださればそれでいい。やつらさん、全く申し訳ないよ。だがね、俺もやれるだけのことやってるつもりなんだ。どうなるか分からねえが、とにかく力いっぱいの気持ちで生きてんだぜ。いやね、おっかさんのこと考えると矢も盾も止まらなくなってくるが、俺は一日だって忘れたことはないよ。怖くてんな。もうよしよしね、足だって辛くなってくるばっかりで。いや、それだけの覚悟を持っていてくださればいうことはねえんだ。いや、常田にはすまないことばかりだ。お母さんの面倒を見てくれてたの。いえね、もうそう言われると身の置きどころありませんよ。だがね、若旦那、横須賀村はこの頃どう変わったかご存知ありますまいね。もうそんなに変わったかい。変わりましたとも。変わりました。また考えますと愚痴になっちまいますわね。ああ、いいよいいよ、言うだけ言ってくれよ。ええ、
もう3年前ですか。上海からの帰りにあそこへ久しぶりに寄った時はね、私はもう妙な気がしました。気にしないで聞いておくんだぜ。私はこっそり行ってこっそり帰ろうと思って福泉寺へ寄ったんですが、まあその足の気持ちじゃせめて大旦那のお墓参りでもして帰るつもりだったんですが、ところがまた行ってみると大旦那のお墓なんぞどこにあるのか分かりやしねえんだ。これあの時だけはしたら涙こぼれましてね、まあ下助に言うと若旦那は恨みましたぜ。大旦那は亡くなる時におめえが立派な男となるまで墓を立つるに及ばずと言い込んなさいまして、でもねいくら墓を建てるに及ばずって言われたって三周忌が来ても何の供養もなさらねえってな。わからんで気にしねえとくなり、俺もうぐちゃおしまいで。言うだけ言ったら胸はスッとしました。いやもうどうもかしくも情けねえようなことばっかりで、今度はひょっこりにあの飲み込みの野郎にも会いましてね、なんとかってインチキ芝居の一座足聞いて横須賀まで恥さらしに来てやんだ。ああそうそうそう、あの三平のやつにも会いました。三平、ええ、ああ土壌先してた三平かい。ええ、今時土壌先なんぞと口走ったからもう、うん、どこしたのか三平が。どうにもこうにもあんた今あんたあの野郎の指先一本で動く横須賀村になってんです。へえ、大した勢いですぜ。県会議員になるのかなんて騒ぎでうたんせ。その三平はどこに住んでいなさると思いなさる。さあ知らないで。若旦那これだけは考えておくんなさいよ。元の大旦那の大旦那の家に住んでるんですよ。若旦那はまるで育ちなすったあの家に住んでるんですよ。家すっかり作り直してね、キラやって料理屋やってやんだ。三平がね、へえ、土壌先の三平なんですよ。あ、どうだ千代さん、着物着替えてゆっくりしようじゃないか。何かご馳走したいね。それだ。え、この机の上にある担当は。ああ鎧同士ですかい。いえね、ゆんべ人を殺めたってヤクザが飛び込んできましてね。え、いや足だって驚いちゃって、度胸のいい野郎で人を殺したっていうのに顔色一つ変えていねえんだ。当節のヤクザにあんな奴がいるとは思わなかったの。大丈夫かい、爪さん。何やです。いや、よく警察が調べに来なかったね。へえ、それはね、他人に迷惑かかっちゃいけねえってんだ。あしゃで眠ってる間にこっそり出て行ったようですがね、まったく惚れ惚れするような男でして、いっそのことを素直に自死して出ればいいと思ってるんですがね。青成さん、青成さんがこちらですか。はい、誰だろう。あ、どなたです。警察の者だが。あちゃ、こいつはいけねえや。鎧同士は邪魔すぎやろな。どうも面倒なことになったよ。飛車格のことで。いやいや、僕の友人がね、共産党事件に引っかかって逃げ回ってるらしいんだ。ああ、そんなことですか。横井っていう早稲田の時の学友だがね。へえ。ねえ、若旦那。うん？若旦那は政治の方はおやりにならないんですかい。今の俺は、
何になろうとも思ってないよ。え？何よりも立派な人間になろうと思ってるだけなんだ。政治の志を失って文学に一生を葬ろうと覚悟はしてるが、しかし俺は偉い文学者になろうとは思ってないんだ。何よりもまず立派な人間になりたいと思ってんだ。文学者って言うと、つまりその何をするんですかね。人間の心の底から真実をつかみ出すんだよ。ほら、常田にさって何か言いたくって仕方ないことがあるだろう。いや、言いたいがどうしても言えないことが。それはありますよ。それが文学だよ。目に見えないところから新しい真実を引き出してくるのが文学だ。なんだ、分かってんのは分からねえよな。すると文学ってえな、この政治とはまるで法学違いの仕事ですか。うん、法学じゃないよ。専門が違うんだ。専門がね。理屈は分からねえや。若旦那真剣になってらっしゃることだけは分かってきました。実を言うと、こんな暮らしをしていてどうなさるおつもりかと思ってたんだ。こうして向かい合ってると、やっぱりこれでなくちゃいけねえっていう気がしてきましたよ。なんでもいいやね。それだけの覚悟を持ってなさるや、愚痴をこぼすことなんか一つもねえや。やるだけやっとくない、やるだけのことをやってね、それで死ねって大旦那には口は酸っぱくなるほど言われましたっけ。ああねえ。鼻から口元あたりや大旦那にそっくりで、こなりゃ三平が県会議員になろうと何なろうと俺はびくともしないで。ええ、お父さんの墓は伏線寺に立たなくともちゃんと俺の腹の中に立ってるよ。それから一月ほど経って、吉良常は飛車閣が潔く自首して罪に服したという新聞記事を見た。飛車閣の飛び込んできた夜のように雨の降る日であった。明日にも差し入れに行ってやろう、吉良常はそうつぶやいた。尾崎四郎原作、岡本克己脚色、人生劇場残響編より。ただいまの配役、語り手と吉良常、森重久也、飛車閣久松康夫、兵吉高橋正也、車夫北見春和、巡査尾瀬至る、音楽泉拓、演奏アンサンブルソフエール、以上の皆さんでした。ではこれで森重ゴールデン劇場を終わります。はい、眠ってはおりません、どうやら今日も鈍調を下ろす時間が参りましたようでございます。お客様が行っちまうんですね。寂しいな。でもしょうがない。来週まで待ちましょう。では皆様さようなら。